菅前総理は今日、インターネット番組、日経テレ東大学の収録で。核保有をめぐる議論を容認する考えを示しました。あの、日本は三原則っていうのは、まあ、決めてますけども。ただ、議論はしても、これしかないと思います。ウクライナ情勢の激化を受けて、安倍元総理も先月。日本の領土内に、アメリカの核兵器を配備し、共同運用する。 各共有政策について議論していくことをタブー視してはならないと述べています直近の総理経験者が相次いで核保有をめぐる発言に踏み込んだことで今後の議論に影響を与えそうです